こんにちは、森本です。本日はですね、私のですね、こう、DJ 活動のですね、裏側をちょっとこう、ご紹介させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、と言ってもですね、どういった内容かと言いますと、まあ私がですね、毎月今渋谷のですね、小箱であるホワイトスペースラボというところでですね、DJ をさせていただいていて、これがまあ毎月のこの第2木曜日なんですけども、デイイベントになるので、スタートがまあ夜の7時からですね、まあ終了がだいたいまあ11時半となります。なかなかこうお客さんが残っていた場合なんかはですね、まあギリギリ12時ぐらいまで、24時ぐらいまで、近くまでですね、こう営業することもあるんですけども、大体まあ11時半なんで23時半ですね、に終わるやつなんですけども、まあなので、まあそういったこともあってですね、来やすいのか、お客さんもですね、最近ちょくちょくこう多く来てくださることが増えております。本当に非常に嬉しいです。ご来場くださっている皆様、本当にありがとうございます。これからもよろしくお願いいたします。はい、というわけでですね、まあそのイベントに向けて、普段私が何してるかっていう感じなんですけども、まずですね、私 DJ するときはですね、基本的にアナログレコードを使っております。で、以前ですね、私こうレコードのなんかレコードボックスの中身みたいなのをですね、解説した動画があって、まあその時にもですね使ってたんですけど、ここの迷彩柄の、私結構迷彩柄がですね、好きで、まあそんなにいっぱいないんですけど、 T シャツとかも、迷彩柄着たりとかしますが、まあこのレコードボックスですね、まあこういった感じでこういろいろこうレコードを入れて持っていくんですけども、まあそのレコードをですね、まあ毎回、次はどんな DJ しようかなと思いながら、レコード選ぶんですが、その時にですね、新しいレコードもですね、こう仲間入りしていて、そのレコードを使いたいとかもあったりとか、まずですね、そういったレコードのその相性みたいなのをですね、確認する作業を家で行います。本当にそのレコード、昔使ってたものを、出したりとか、買ってたけど全然聴いていなかったレコードとかをですね、もう一回こう聴き直したりとかしてですね、こういうところにブレイクがあるのかであったりとか、こういう音のバランスなのかっていうところ、まあ大体もキックとハイハットと、まあパーカッションが入ってるんですけども、とはいえですね、ハイハットに対するそのコンプレッサーの音であったりとか、まああのコンプレッサーの音じゃないですね、コンプレッサーのかけ方、エフェクターのかけ方とかでですね、まあなんか強さ、迫力みたいなボリューム感っていうのは違うので、一応ですね、いろんなレコードとですね、組み合わせて、このレコードが、まあどういったポジションの、音になっているのかっていうのをですね、まず把握するようにしてます。で、そこがないとですね、なんとなくこうイメージで、あの曲とこの曲をくっつけたらこうなるんじゃないかなっていうイメージをですね、そのままぶっつけ本番でやると、思いのほかこの音のバランスが思っていた情報とちょっと違ってたりというか、思っていた内容と違ってたりとかして失敗することがあるので、自分の中でこの曲とこの曲をこう重ねたらどんな音のバランスになるだろうかっていうのをですね、何とりかこう確認しますね。なんかこういう風にこのタイミングで次のレコードを入れて、こういう展開で、レコードのそのなんか EQ をですね、変更させるとかっていう、そういったところはですね、一切決めないんですけども、それを現場でお客さんを見ながら、こういう風に変えていった方が盛り上がるかなっていう発想をした時に、それが目の前のレコードで可能なのかどうかっていうのをですね、事前に、情報として、まあ、自分の中に入れておかなければいけないので、まあ、それをするためのその準備期間とかってなりますね。で、そこは、まあ、どれぐらいやるかっていうと、まあ、その日って言うとあれですけどね、その時の、まあ、スケジュールにもよるんですが、最近はまあ仕事が忙しかったりとか、まあ、オンラインサロンの動画をですね、どんなの作ろうかなとか考えてたりとかするので、ちょっとそのレコードを確認する時間っていうのをですね、作るのが非常に難しいんですけども、とはいえ、お客さんが来てくださって、その方がですね、楽しんでいただける、そういった空間を作らなければいけないと思っているので、まあ、なんとしてでもですね、時間を作って、そういったレコードのチェックをですね、行うようにしております。昔は、まあ、何もこういった動画とかも作ってなかったので、そういった時はですね、のんびりとですね、確認ができたんですけども、最近はやっぱりちゃんと確認する時間っていうのをですね、確保してやっております。はい、という感じでですね、まあ、事前にですね、まあ、チェックするっていうところをですね、お話しさせていただきました。この動画はですね、この後、ホワイトスペースラボに、行って、からの映像とかもですね、組み合わせていきますので、ちょっと長くなると思います。私のですね、DJ プレイも、一緒にしたいと思っておりますので、もしかしたら、非常に長い動画になるかもしれませんが、最後までお付き合いいただければ嬉しいです。
というわけでですね、明日なんですけども、スペース、ホワイトスペースラボ、行っていきたいと思います。それでは、この次はですね、スペースラボの、画面というか、シーンになっていると思います。それでは行ってきます。はい、ということでですね、渋谷駅ではなく渋谷の一個手前の新鮮駅に、着きました。なんか渋谷なんですけどもクラブは新鮮駅からの方がちょっと近いのでいつもこちらから来ております。ではこのままクラブの方に向かいたいと思います。場所はあのクラブウームってでかいクラブあるんですけど、もう本当にそこのなんすかね、何軒か隣ぐらいのちっちゃい、小箱になりますので今、そちら向かいます。ちょっとこういう裏路地を通っていくんですけども、この辺はですねちょっとこう有名な怖い事件とかもいっぱいあった場所なので、で何でしたっけ、心霊スポットじゃないですけどもお化けも出るっていうところでですね、非常にあの怖いですが、いつもここを通っております。この間橋本京明さんの、何でしたっけ、あのお化けを、なんすかね、探すみたいな動画見てたらこの道を通ってたので、やっぱりここいるんだなっていう感じですね。はい、怖いですが、行きたいと思います。まあ、音楽系チャンネルなんですけど、急にお化けの話を今しております。そうですね、ここ、ちょっとこう大きな階段がここも上がっていって、ここも、確かちょっと前の橋本京明さんの、動画でですね、お化けが立っていて、そこにですね橋本京明さんが水を置くっていうシーンがありました。非常に、なんかいつも通ってた場所なので、その動画を見た時に一気に、この道が怖くなりました。はい、もうすぐ、クラブに到着します。なんか、ウームとかこなれてる人とかだったらこの辺を詳しいと思いますが、ちょっとこういう感じですね。ちょっと人が映ったら怖いので、はい、ここがウームになりまして、それの、まあ、こっち側に曲がっていく感じですね。で、こうやって進んでくると、ここが、僕がいつもやっているこのホワイトスペースラボというところになります。まだ、フライヤーとか出されてないんですけど、あ、これ出てますね。はい、入りたいと思います。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。はい、オープン前の準備をしています。小賀部さんですね、生配信してます。小賀部さんの生配信を撮ります。はい、でサイズ感的にはこんな感じですね。ぜひ食べましょう。本当に入って、まあ、バーガーがやって、まあ、ハンバーガーがすごい美味しいです。で、まあ、これぐらいのサイズ感なんで本当に 4,50 人入ると本当パンパンという感じになります。はい、音はですね非常にいいです。なんかすごい音に詳しい人とかも込めているので、すみません。これかぶってますね。はい、という感じでこんな感じですね、準備を、着々と、進めております。もうすぐあと数分でオープンになります。で、さっき言ってたこのこれですね、このフライヤーが、立ってるって感じですね。まあ、こうちっちゃいんですけども、ないよりはあった方がいいのと、まあ、あると何やってるか分かる感じです。で、ちなみにこういったフライヤーはいつも、僕が作っております。といってもですね、大したことなくて、まあ、写真見つけてきて、そこに文字入れるだけなんで、はい、って感じです。もうすぐオープンなので、私もちょっと中に入って準備したいと思います。いただきます。
go dancing. という感じですね、自分の DJ は終わりました。ですね、まあ、いつも通り、緊張せずにプレイできたかなと思っております。で、この後もですね、ゲスト DJ 松井さんとですね、後藤さんの DJ も残ってるんで、まあ、それで、踊ってですね、家に帰りたいと思います。ではちょっと、踊ってきます。はい、という感じでですね、イベントが終わって家に戻ってまいりました。と言ってもですね、ちょっと数日経っているんですけども、この動画いかがだったでしょうか。私がですね、毎月第2木曜日にですね、行っているレギュラーイベントのアウトサイダー、こちらのですね、まあ、私が毎回やっている前日までの準備から、当日のですね、流れをちょっとかいつまんで雰囲気がですね、伝わるような感じで、作っているんですけども、まあ、この雰囲気が伝われば嬉しいですね。なのでこの動画を見ていただいた方でですね、今まで DJ したことないけども、これから DJ していきたいと思っている方であったりとか、まあ、すでに家で DJ の練習はしているが、クラブでまだプレイしたことがないっていう方はですね、この動画を見ていただいて、なんとなくこう雰囲気というか感覚をですね、掴んでいただければ、イメージトレーニングに使っていただければいいかなと思っております。そしてですね、さらにこうクラブでやりたいなっていうふうな、そういうやる気をですね、出していただければ嬉しいなと思っております。
で、私はですね、今最近なってですね、他のイベントもですね、ちょくちょくこう呼ばれるようになってきましたので、こういった感じでですね、他のイベントもですね、こう前日までの、私なりのこう準備であったりとか、当日のですね、こう流れみたいなものをですね、配信させていただくので、それでですね、まあこういろんなイベントのパターンをですね、私のこのチャンネルでですね、見ていただいて、こう本当にさらにこうたくさんのイメージトレーニングをしていただけるようになればいいなと思っておりますので、ぜひぜひ引き続き応援の方お願いいたします。というわけでですね、今回の動画は以上となります。どうもありがとうございます。こういった内容以外の、動画もですね、どんどん上げているチャンネルになりますので、よかったら他のも見てください。でチャンネル登録していただければ、新しい動画が上がった際にはですね、連絡が行くようになっておりますので、チャンネル登録の方もお願いいたします。それではどうもありがとうございました。